おはようございます。さあ今日はですね、第16節サガン鳥栖戦ということで佐賀県にやってきました。まあ試合は、会場はね、鳥栖の方なんですが、まだね16時キックオフということでまだ時間がありますんで、ここね、唐津というね場所にやってきました。ちょっとね寄り道したいところがありますんで、早速行ってきます。ほい、これ消えるやつ、消えないから、消えない。唐津城です。意外とね、あっという間だった。景色も良かったですし、さあこの唐津城の目の前に海がこうやって広がってるんですけど、ここからね、この海上タクシーに乗って高島の方に行きたいと思います。これに乗るみたいですね。ただ船長がいない。今、海上タクシーに乗ってます。なんと無人運転です。っていうのは冗談で、下でちゃんと運転します。ちょっと風は強いですけど気持ちいいです。そして僕の後ろに見えるこの山が高島です。今からここに向かってます。さっきまでね、ちょっと雨が降ってて天気がちょっと荒れてたんですけど、晴れ男ですね。高島着きましたね。着きましたね。今からですね、宝が当たると書いて宝刀神社っていう、まあ、神社がありまして、そこはですね、勝利をつかむお守りがあるらしいです。それをちょっと今から買いに行きたいと思います。この雰囲気いい感じ。ジョジョすごいね。こっちだ。あれじゃない？登りが出てます。お、ここじゃないですか。宝刀神社着きました。なるほど。あー、なんかいいね。この感じ。後ろにこうやって山がバーっとあって、めっちゃいい雰囲気じゃないですか。早速行きますか。ということなので、はい、入りたいと思います。今回はですね、もちろん今日の勝利もそうですけど、まあせっかく勝利をつかむ神社、お守りということで、年間優勝を僕はお願いしてきました。そういう力のある神社だとも思ってます。そして FC 東京も優勝できる力があると思ってます。この2つがリンクして、必ず FC 東京が年間優勝を果たしますようにとお願いしてきました。これですよ、見てください。勝利をつかむ守り、まさしくスポーツの試合。これを買いに来ました。こんなドストレートな守りがあるんですね。買いましょう。はい。もうちょい語らせてほしかったけど。すいません。これなんかどこに置いておくといいとかってあるんですか。一応一旦閉めようかな。買いました。勝利をつかむお守り、僕はこれを手放さず持ち続けたいと思います。無事
勝利をつかむお守りも買いました。実はですね、ここ高島の宝刀神社には、まあ宝が当たる神社と書きますから、宝くじが当たるということも有名なんです。ということで、こちらのヒットお守りも買いました。せっかくなんでね、あれ見てください。10億円ビッグ、あれを当てて、当たったらシャビ取ります。買った？ビッグ10口買いました、3000円。FC 東京対清水、あ、今日じゃねえな。ファーストステージの最終節のやつだね、これ。当たったらシャビを取ります。